あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。タクマきれいに揃いました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。1番前に行きそうです。これに続くのが2番並んで8番6番、この馬もこのグループ、すぐ隣に4番、その横に10番、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここで5番先頭に変わりました。9番、ほとんど差がありません。1番3番手1番、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は5番、さあいよいよ直線の攻防。5番先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手は10番、先頭を捉えるか。10番頑張る。5番先頭、残り 200m、 先頭は3番1番、まだ後ろ、ちょっと厳しい。10番追いすがります。大外から一気に10番3番、大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。8番好スタートを切りました。おっと1番、出遅れてしまいました。10番前に行きそうです。これに続いて11番、その隣に9番、その横に7番4番、この馬もこのグループ、その外に6番、2番そのうちに続いています。黄色の帽子5番、その後ろしんがりから1番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度10番、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。8番、それに続きます。その外から9番、その隣に11番、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。さあ先頭はまだ10番8番、ほとんど差がありません。11番3番手1番、この位置から届くのかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負。10番先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手は8番、懸命に追いすがります。残り 200m、 10番先頭だ。しかし後続の足移動もなかなかいい。2番抜けた。10番追いすがります。2番先頭だ。2番1着、2着にはどうやら4番勝ったのは2番、このレースを制したのは2番。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは2番綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく2番行きました。続いて前へ行くのは11番、さらには8番、1番、その後ろでは前の方から2番前提を取りました。その外から11番、その隣に10番、3番、すぐ後ろ緑の帽子6番、その後ろ、その外から4番、その後ろに8番、5番、そのうちに続いています。その隣に9番、しんがりから7番、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から10番前提を取りました。すぐ隣に2番、その横に11番、3番、この馬もこのグループ、すぐ隣に1番、1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは10番、その横に2番、さあ先頭は依然として10番、まだ粘っています。11番ほとんど差がありません。2番、3番手1番、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は10番、4コーナーをカーブして、さあこれからです。10番先頭、4番先頭、あと 200m、 先頭は9番、1番、必死に追います。9番先頭、5番追いすがります。9番先頭だ、9番、1着、2着にはどうやら5番、9番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。1番、これはいいスタートを切りました。3番、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して3番、花に立ちます。その後ろからは1番、この馬も上がっていく構えです。さらには10番、2番、その後ろでは前の方から先手を取ったのは1番、その隣に3番、その横に4番、すぐ後ろに7番、さらには10番、並んで9番、6番、この馬もこのグループ、すぐ隣に5番、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から、先手を取ったのは4番、10番、この馬もこのグループ、その後ろからは7番、これに続いて1番、その外から9番、その後ろに6番、並んで11番、 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から先手を取ったのは10番、4番、この馬もこのグループ、その隣に7番、その横に8番、5番、すぐ後ろ、その隣に2番、その横に9番、すぐ後ろに6番、合計機を通過していきます。ここで7番先頭に変わりました。1番ほとんど差がありません。8番、3番手1番、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。さあいよいよ直線の攻防。7番先頭、差はほとんどありません。2番手は7番、さあ手応えはどうか。ここで先頭変わりました。先頭は8番、先頭、残り 200m、 8番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。9番差し切った。2番手は5番、9番、1着、9番完勝、9番、1着、2着は3番、勝ったのは9番、このレースを制したのは9番。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。2番好スタート、綺麗なスタートを切りました。5番前に行きそうです。続いて2番緑の帽子、7番その後ろ、すぐ隣に8番4番そのうちに続いています。赤の帽子、3番その後ろ、その外から11番、1周目の第3コーナーに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは5番黒の帽子、2番その後ろ、その外に8番、その後ろからは3番青の帽子、4番その後ろ、1番すぐ後ろ、並んで9番11番。この馬もこのグループ最後方に6番白馬、鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。1000メートルを通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは2番、並んで8番、5番この馬もこのグループ10番すぐ後ろ、その後ろに4番赤の帽子、3番その後ろ、その外に7番、6番そのうちに続いています。白の帽子、1番その後ろ、すぐ隣に9番。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から2番先手を取りました。8番すぐ後ろ、その隣に10番、その横に5番、3番それに続いています。その隣に7番、その横に4番、6番この馬もこのグループ、その外に11番、並んで1番、最後方に9番、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から2番依然として先頭、10番すぐ後ろ、並んで7番。京都競馬場3コーナー坂を上り、そして下っていきます。さあ先頭はまだ2番、2番手は7番、10番、3番手1番、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は2番、4コーナーをカーブして、さあこれからです。2番先頭、1番先頭、2番手は9番、追いすがる。ここで先頭は9番、あと 200m、 先頭は9番、一気に捉えるか。11番、11番抜けた、9番追いすがります。11番先頭だ、11番、11番1着、2着にはどうやら9番、11番見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。10番、これはいいスタートを切りました。1番、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく10番行きました。続いて前へ行くのは6番、さらには1番、3番その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは1番、その外に10番、その隣に3番、その横に6番、8番すぐ後ろ、その隣に4番。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。もう一度先頭から見ていきましょう。3番先手を取りました。すぐ後ろに1番、その隣に10番、すぐ後ろに6番、さらには4番、その隣に8番、その横に2番、すぐ後ろに7番、さらには5番、これに続いて9番、最後方に11番。1000メートルを通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ3番、ここで先頭が入れ替わりました。10番、3番、2番手に控えました。1番、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭は11番、5番続いています。9番その後ろ、内からは10番、並んで3番、1番その後ろ、6番その後ろ、4番続いています。さあいよいよ直線の攻防。先頭は9番、9番先頭、2番手は11番、あと 200m、 9番先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手は10番、9番この馬で決まりか。9番1着、9番完勝、9番1着、2着は10番、勝ったのは9番、このレースを制したのは9番。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。どの馬が先頭に立つでしょうか。9番前に行きそうです。続いていくのが2番、その外に6番、その外から8番、その外に10番、その隣に11番、内からは3番、その外から7番、しんがりから4番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。2番レースを引っ張ります。さらには9番黄色の帽子、5番、その後ろ。さあ先頭はまだ2番、2番手は5番、1番、3番手、1番、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。2番先頭、1馬身から2馬身のリード。残り 100m、 2番粘る。一気に11番、1着、2着にはどうやら2番、勝ったのは11番。このレースを制したのは11番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。5番前に行きそうです。9番、それに続いています。さらには4番、7番、その後ろ。それでは先頭から先手を取ったのは5番、その外に7番、2番、そのうちに続いています。内からは4番。さあ先頭はまだ5番、8番、ほとんど差がありません。2番、3番手、1番、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。5番先頭、差はほとんどない。残り 200m、 5番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。一気に1番、1着、2着にはどうやら5番、勝ったのは1番。このレースを制したのは1番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。先行争い、何が行くでしょうか。9番前に行きそうです。9番競りかけていきました。5番、そのうちに続いています。内からは2番、その外から6番、その外に7番、オレンジの帽子、8番、その後ろ。内からは3番、その外から10番、しんがりから11番。各馬雨の中懸命の力走です。前の方からもう一度1番、一気に先頭に立ちました。さらには9番、その後ろに6番。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。9番先手を取りました。緑の帽子、6番、その後ろ。これに続いて8番、1番、すぐ後ろ、その外に4番、その隣に5番。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から先手を取ったのは9番、6番、この馬もこのグループ。すぐ後ろに1番並んで8番、2番、この馬もこのグループ。その外から5番、内からは11番、3番、そのうちに続いています。最後方に7番。各馬雨の中懸命の力走です。もう一度先頭から6番、一気に先頭に立ちました。並んで9番。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然として6番、9番、ほとんど差がありません。8番、3番手、1番、いい位置。
鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は6番、その隣からは8番、1番その後ろ、内からは2番、その外からは4番。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭は8番、先頭2番手は2番、残り 100m、 8番先頭、一気に2番先頭だ。2番1着、2着にはどうやら8番、2番見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは10番、3番、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して10番花に立ちます。その後ろからは8番、この馬も上がっていく構えです。さらには4番、3番、その後ろもう一度先頭から3番先手を取りました。並んで10番、4番、それに続きます。その外に11番、1番、そのうちに続いています。内からは8番、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から見ていきましょう。3番先手を取りました。並んで10番、1番、すぐ後ろ、その隣に4番、その外から11番、緑の帽子、7番、その後ろ、8番、そのうちに続いています。並んで9番、 1000m を通過。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。では前の方から。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前は3番、まだ粘っています。11番、ほとんど差がありません。7番、3番手、1番、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は3番、短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭に立った7番、先頭2番手は10番、先頭を捉えるか。7番、先頭10番追いすがります。7番、先頭だ。7番、1着、2着にはどうやら9番、7番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは7番、3番、この馬も好スタートを切りました。3番、行きました。3番、競りかけていきました。その外から10番、その隣に9番、その横に6番、その外に11番、5番、そのうちに続いています。並んで2番、8番、この馬もこのグループ、最後方に1番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。4番、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。では前の方から。
先手を取ったのは5番、これに続いて4番赤の帽子、3番その後ろ10番すぐ後ろ、並んで7番6番、この馬もこのグループ、その外に8番並んで9番、2番この馬もこのグループ、しんがりから1番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から4番先手を取りました、これに続いて5番、すぐ後ろに11番並んで3番、すぐ後ろに8番、その後ろからは10番並んで7番6番、この馬もこのグループ、その外に2番9番、そのうちに続いています。最後方に1番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。4番依然として先頭、さらには5番、少し間が空いて10番11番、すぐ後ろ京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。ここで5番先頭に変わりました。5番、さらにリードを広げます。4番ほとんど差がありません。10番、3番手1番、交代1番、大丈夫か。後続集団も追い上げにかかります。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。5番先頭、差はほとんどありません。2番手は5番、5番いっぱいになった。残り 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 3番先頭、2番手は9番、3番この馬で決まりか。3番1着、3番完勝、3番1着、2着は7番、勝ったのは3番、このレースを制したのは3番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。11番好スタート、5番、この馬も好スタートを切りました。5番、この辺りも前へ行きます。11番、これに続きます。内からは8番、赤の帽子、3番、その後ろ内からは1番、並んで2番、その外に10番、その隣に6番、その外に9番、しんがりから7番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、5番、依然として先頭、その隣に10番、その後ろからは11番、すぐ後ろに4番、その隣に6番、すぐ後ろに8番、オレンジの帽子9番、その後ろすぐ隣に3番、これに続いて1番、緑の帽子7番、その後ろ 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はまだ5番、10番、ほとんど差がありません。6番、3番手、1番、これはかなり後ろからの競馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は10番、10番、先頭2番手は10番、10番、差し返すか。先頭変わって11番、11番、先頭残り 200m、 11番、先頭だ。しかし後続の足移動もなかなかいい。11番、迫る、9番、迫る、外から一気に9番、11番、11番、1着、2着にはどうやら9番、勝ったのは11番、このレースを制したのは11番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。
スタートしました。各馬揃ったスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。8番前に行きそうです。3番それに続いています。さらには9番、5番、その後ろ。前に戻りましょう。8番先手を取りました。10番、すぐ後ろ。内からは5番、赤の帽子。3番、その後ろ。その隣に4番、その横に7番、9番。この馬もこのグループ2番、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。前に戻りましょう。8番先手を取りました。その後ろからは1番、すぐ後ろに4番、さらには11番、オレンジの帽子。9番、その後ろ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前に戻りましょう。8番先手を取りました。1番それに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ8番、1番、ほとんど差がありません。10番、3番手、1番、 B1 です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は8番、10番、その後ろ。その外からは7番。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。最後の追い比べ、先頭は7番、先頭リードを広げにかかります。西日本7番、2番手は8番、7番先頭だ、7番ゴールイン、7番1着、2着にはどうやら3番、7番。見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは6番、7番、この馬も好スタートを切りました。5番、前に行きそうです。7番、それに続いています。さらには6番、4番、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。5番、先手を取りました。その外に7番、緑の帽子。6番、その後ろ。その外に9番、並んで4番、すぐ後ろに10番、その隣に2番。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは5番、7番、この馬もこのグループ。すぐ隣に10番、その横に6番、その外に9番、4番、そのうちに続いています。並んで1番、2番、この馬もこのグループ。その後ろからは11番、3番、すぐ後ろ。最後方に8番。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは5番、その外から10番、並んで6番、7番、この馬もこのグループ。その外に9番、8番、そのうちに続いています。黒の帽子、2番、その後ろ。すぐ隣に4番。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは8番、その横に7番、10番、この馬もこのグループ。すぐ隣に5番、その外から9番、緑の帽子。6番、その後ろ。すぐ隣に1番。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から。8番先手を取りました。5番、この馬もこのグループ。すぐ隣に7番、2番、すぐ後ろ。その外に10番、その隣に1番、その横に11番、オレンジの帽子。9番、その後ろ。しんがりから3番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。4番、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身。その後ろからは8番、ピンクの帽子。10番、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前は4番、2番手の5番、先頭を捉える�勢いです。10番、3番手、1番、この位置は果たしてどうでしょう。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は4番、その隣からは8番、6番、その後ろ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は8番、残り 200m。 先頭は7番、残り 100m。 2頭の激しい叩き合い。6番、7番、食らいつく。6番、わずかに6番、体勢有利。これは際どい勝負。
ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは6番綺麗なスタートを切りました。4番前に行きそうです。これに続いて6番、その外から11番、内からは1番、その外から8番、内からは2番、その外から9番、最後方に10番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。6番、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。では前の方から4番前手を取りました。これに続いて6番、緑の帽子、7番、その後ろ1番、すぐ後ろ、その外に11番、赤の帽子、3番、その後ろ、すぐ後ろに2番、その外から9番、オレンジの帽子、8番、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭から最後方までおよそ10馬身手止めのない展開になりました。もう一度先頭から7番先手を取りました。すぐ後ろに9番、4番、そのうちに続いています。すぐ後ろに6番、並んで10番、すぐ後ろに3番、さらには1番、すぐ後ろに8番、しんがりから2番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から9番、レースを引っ張ります。その隣に5番、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前は9番、5番、ほとんど差がありません。7番、3番手、1番、交代1番、大丈夫か。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は9番、5番、その後ろ7番、その後ろ、並んで10番、3番、その後ろ、内からは1番。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は5番、あと 200m、 先頭は5番、9番、一心に追いすがります。残り 100m、 5番先頭、2番手は1番、5番先頭だ。5番1着、5番1着、2着は1番、勝ったのは5番、このレースを制したのは5番。Thank you.